ベレーリアスの洞窟で見つかったイモージェン、シンベリンとは古いケルト人、ブリテン王にまつわるウィリアム・シェイクスピア作の儀曲。ファースト・ホリオでは悲劇に分類されていたが、現代の研究者たちは後期ロマンス劇に分類することが多い。オセロ、尺には刺しを、冬物語同様、無句と嫉妬のテーマが扱われている。さらに主要な登場人物たちが、 道徳的、社会的問題に直面することから、問題劇と言われることもある。創作年代は分かっていないが、1611年には上演されていたと言われている。シンベリンのプロットは大まかに、ジェフリー・オブ・モンマスの語った、実在のブリテンの支配者クノベリヌスに関する話に基づいていて、その上にシェイクスピアは独自のアイディアとサブプロットを付け加えた。 アイザック・アシモフは、アッシモフ、エスガイド2、シェイクスピアの中で、シンベリンの中のまま母、娘、ケイシの面には、ローマ皇帝、アウグストゥスの実際の境遇との間で興味深い、対応があることを指摘している。ヤーキモウの賭け、こっそり隠れて、ニモージェンの部屋の情報を集めるくだりについては、ボッカッチョ、デカメロン第2日第9話から引いてきたとも言われる。しかし、 プロットのほとんどは、シェイクスピアの草案である。ファーストホリオのシンベリンの表紙の副写、シンベリンの創作年代は不明である。イエール版では、共作者の存在を示唆し、いくつかのシーンは、他の作品と比べると、シェイクスピアのものに見えない印象があるとしている。シンベリンは、フランシス・ボーモントジョン・フレッチャー共作の悲劇フィラスターと関連性があって、そこから、 創作年代を1609年頃とする研究者もいるが、どちらの劇が先にできたのかは分かっていない。1611年の春にサイモン・フォアマンがこの劇を見たという記録は残っている。最初の印刷は1623年のファーストホリオである。シンベリンの入り組んだプロットはパロディのネタが存在する証拠だとする意見もある。具体的に第5幕第4話の ジュピターが雷鳴と稲妻の中、ワシにまたがったままは持ってきて、雷電を投げる下りが挙げられる。シンベリンは一時は高い評価を受けたものの、次第に人気を失っていった。取るに足らないダラダラした不合理な話であることから、シェイクスピアは手慰みにこれを書いたのではないかという説もある。しかし、ウィリアム・ハズリットとジョン・キーツは、シンベリンを好きな芝居の一つに挙げている。 オックスフォード版並びに、ノートン版の弊社は、イモージェンの名前は、イノージェンの、綴り間違いだと主張している。カラサギに、レオナートの妻と思われるイノージェンなる、ゴーストキャラクターがいて、シンベリンのイモージェンは、ポステューマスリー・オーネータスの妻だからというのが、その根拠である。スタンリー・ウェルズとマイケル・ドブソンは、シェイクスピアが財源として使っていた。 ラファエル・ホリン・シェットの年代記にイノージェンの言及があり、1611年にこの劇を見たフォアマンの記録にもイノージェンと書かれてあることを指摘している。しかし、弊社の多くはイモージェンという表記を使い続けている。イモージェン第二幕第二話からイモージェンの部屋に忍び込んだヤーキモー、ブリテン王シンベリンの王女イモージェンは幼馴染のポステュマスと密かに結婚した。 しかし、娘を再婚した王妃と先父の息子クロートンと結婚させたかった。シンベリンはそれを許さず、ポステューマスを追放する。イタリアに渡ったポステューマスに、ヤーキモーが賭けを提案する。自分なら口説けるというのだ。ポステューマスは、イモージェンの定説を信じ、賭けに応じる。ヤーキモーは、早速ブリテンに渡り、ポステューマスがイタリアで女遊びをしていると嘘を言うが、 イモージェンは、ポスティーマスを信じていた。ヤーキモーは、賭けに勝つため、カバンの中に隠れて、イモージェンの部屋に忍び込み、部屋の作りの詳細とイモージェンの胸のあざを見、イタリアに戻ると、ポスティーマスに誘惑が成功したと嘘をつく。絶望したポスティーマスはブリテンに残してきた召使いの、ピザーニオに、イモージェンを殺すよう命じる。しかし、イモージェンの無実を知るピザーニオは、 イモージェンを少年に変装させ、ちょうどブリテン訪問中のローマ軍の将軍の故障となって、ウェールズからポスティューマスのいるイタリアに行く、よう忠告する。断層したイモージェンは、ウェールズでポリドアとキャドオールという兄弟と出会う。実は二人は、生き別れのイモージェンのニーグ・イディーリアスとアービラガスだった。無実の罪で、シンベリンに追放された元貴族ベレリアスに誘拐され、 実の子として育てられていたのだった。いなくなったイモージェンを探して、クロートンモエールズに追ってきた。イモージェンお力づくで、犯そうという腹だった。しかし、その途中、グイディリアスに無礼にも血統を申し込み、逆に殺され、首を切り落とされる。同じ頃、イモージェンも、王妃から薬として渡されていた毒を飲んでしまう。しかしその毒は、王妃の行動に疑問を感じていた医師、 コーニーリアスが調合した一時的に死んだように見える薬だった。息を吹き返したイモージェンはそばに首のないクロートンの死体を見つけるが、クロートンの着ていた服からポステューマスと勘違いする。その頃、王妃の還元により、シンベリンはローマ軍と戦争を始める。グイディーリアスとアービラガス、ベレーリアス、さらに帰国したポステューマスはブリテンのために、 ローマ軍と戦い、ブリテン軍は勝利する。戦争の最中、王妃は数々の罪を告白して死に、グイディリアスとアービラガスは王子として迎えられ、ポスティューマスとイモーゼンの結婚も許される。イモーゼンを演じるエレンテリー・フォアマンが言及した1611年以降では、1634年、チャールズ一世とヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスのために、宮廷で再演された。 王政復刻期には、トマス・ダーフィーによる、改作版、ザ・インジャー、ディー・プリンセス、オア・ザ・フェータル・ウェイジャーが上演されている。ジョン・リッチも自身の劇団でリンカンズ・イン・フィールズで、上演した。1758年には、セオフィラス・セバーによる、改訂版が作られた。デイビッド・ギャリックはほぼ原型に戻して上演し、成功を収め、ポステュマスは、ギャリックの当たり役となった。 その後は、1801年に、ジョン・フィリップ・ケンブルの劇団が、1827年には、コベントガーデンでケンブルの弟・チャールズが、1837年と1842年には、ロマン主義の時代には、ウィリアム・チャールズ・マクレディが数回、1864年には、シェイクスピア生誕300年記念として、サミュエル・フェルプスが、それぞれ上演した。シンベリンは、 エレンテリーのラストパフォーマンスの一つでもあり、1896年、ライシーア・無劇場で上演された。なお、この時の舞台美術監督は、ローレンス・アルマ・タデマが担当した。なお、近年では、シンベリンは上演されることは稀である。日本においても、1980年に、シェイクスピア・シアターが上演して以降、オンシアター、自由劇場での1982年の公演、 彩りの国際玉芸術劇場での2012年の公演くらいしかない。シェイクスピアの作品中、恋の骨折りゾーンと共に上演機会に乏しい作品である。また2014年、マイケル・アルメレーラ監督により舞台を現代に置き換えて映画化された。トマス・ダフィーによる改作版ザ・インジャード・プリンセス・オア・ザ・フェイタル・ウェイジャーは1682年にドルリー。 レーン劇場で上演された。おそらく、キングスカンパニーとデュークズカンパニーの合同上演だと思われる。登場人物の幾人かの名前とディテールが変更され、王政復古期に典型的なサブプロットが追加された。さらに、ピザーリオが、ユージニアの裏切りを一度は信じるように変更されている。ポステュマスも、妻は若くて、美人ゆえに、 本当に自分を愛したのではなかったのだと認める。ウィリアム・ホーキンスの1759年の改作は、サン・イッチの法則に基づいたものである。ホーキンスは王妃をカットし、宮廷とウェールズの森の場面を縮小した。アービラガスたちの早々歌には、トマス・アーンが曲をつけた。18世紀の終わりには、ヘンリー・ブルックが改作したが、上演はされなかった。 ブルックは劇におけるポステューマスの重要性を高めるため、グイディ・リアスとアービラガス兄弟を消去した。ジョージ・バーナード賞の1937年のシンベリンは第5幕を失敗と考えての改作だった。賞は1896年のエレンテリー主演の舞台の不合理さに不満を漏らしていた。シンベリンでおそらく最も知られているものは第4幕、 第2話の創造家である。フィアーノ・オモア・ザ・ヒート・オー、ザ・サン、ノ・ザ・フューリアス・ウィンターズ・レイジェス、ザ・ウザイ・ワールドリー・タスク・ハスト・ダン、ホーム・アート・ゴーン、アンド・タイ・エヌ・ザ・イウェイジェス、ゴールデン・ラッズ・アンド・ガールズ・オール・マスト、アズ・チム・ニー、スイーパース、カム・ツー・ダスト、恐るるな夏の暑さも今は早。激しき冬の嵐をも、この世の務めなし果てのその代も得ていく旅路。ああ トミタルもまず式も見まかれば、同じゴミ、アクタ、スボーチショウチ商用、約最後の二行は、T.S. エリオットに霊感を与え、ブ、フィンガーエクササイゼズの中の、ラインズ2、栄養駆者テリアを書かせた。最初の二行は、バージニアウルフの、ダロウェー夫人に登場し、ダロウェー夫人の意識を第一次世界大戦の、精神的外傷に向けさせる。この歌は、 ガロウェイ夫人の有機的なモチーフになっている。スティーブンソンドハイムのミュージカル、フロッグスの最後では、ウィリアム・シェイクスピアが、ジョージ・バーナード賞と、どちらが優れた劇作家かをめぐって争っている。勝者は世界を改善するために、死から生き返らされる。死についての意見を聞かれたとき、シェイクスピアはこの早々歌を歌う。ありがとうございます。